さあ始まりました EXILE TRIBE エキストラプログラムオンエア。番組 MC を担当しますファンタスティックスから瀬口リアです。よろしくお願いします。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いや、なんかあの MC あんまりこれまでね、やったことないって言ってましたけど、はい、そうですよね、あのジンさんとか、ハヤト君、まあ、うちから大輝君だったり、ね、MC してますけど、僕なかなかしないんで相当緊張してます。いや、声のボリュームで言ったら腹から出てます、ね、腹から出てます。わ、よかった。ただ、新しいエンターテインメントが始まるんじゃないか感はすごく出てますね。ここに僕がいるとうまいこと言ってますけど、いやいや、なんか準備してきたから1時間前からこのコメント考えてた。はい、ということで早速今回の生配信を一緒に盛り上げてくれるメンバーを紹介したいと思います。それはこちらの方々です。もう出てますけども、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。すいません、高弘さんからご紹介お願いします。はい、皆さんこんばんは。エコバは恋のあり地獄、エグザイル高弘です。この回ふざけるんですか。この回ふざけるんですか。俺もね、半分ヒヤヒヤしてる。正吉さんお願いします。はい、正吉です。今日はよろしくお願いします。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 おみさんお願いします。はい、おみです。よろしくお願いします。あの、皆さんに楽しんでいただける、内容を発表できるかなと思いますので、楽しみにしてください。よろしくお願いします。お願いします。ゆりさんお願いします。筋肉バカ、中塚です。すごいすごいよ。やっぱジェネはそういうの一個あれ言ってからって、ね、自己紹介がかまされて。そんなプレッシャーもかかってると思いますが、はい、広大、お願いします。はい、リルリーグで一番印象が薄いと言われます山田光大。そんなことない。印象が薄いらしいです。よろしくお願いします。ケンスケ。はい、キッドフェロフェロのリーダー、曽根松ケンスケです。よろしくお願いします。はい、TJBB の宇原由紀です。よろしくお願いします。ウルハルハモニのブラジリアンボーイことギです。よろしくお願いします。高原さん、いかがですか、このメンバーで集まるという。かなり珍しいメンバーというか、はい、なかなかないメンツじゃないですか。そうですよね。謎な感じじゃないですか。ネオエグザイルとこういうことってあるんですか。ネオエグザイルと一緒になんか企画をやったりとかっていうのは今まで。いや、そんなにないよね。一緒に出たことないよね。初めてです、初めてです。緊張してます。初めて、配信で、はい、ね、うん、なんで今日はちょっとこう多分見てる方々も何なんだろうって、うん、そうですね、多分思われてると思いますけどね。儀的にはどうですか。いや、先輩方の背中がめっちゃでかくて、ちょっと筋トレしました。筋トレだね。特にそのあの席がね、席が悪かったですね。前の人ちょっと筋トレしないかな。ちょっとね、僕らだけちょっと高いんで、ああ、ちょっと下に行きたいですね。いや、大丈夫。下に行ってみる、行ってみる。あ、そういうことじゃないですか。ギクシャクしてる。だいたい、しかもひな壇ってこういうことだから。さあ、ということで、はい、今回、まあ、前日告知でこの生配信もやるっていうことが決まって。そうね。はい、なんでもう皆さんも本当に急なことっていうことなんですけれども、うん、なんかちょっとなんでこれが始まったのかっていうのをなんか、うん、ふわっとまず高弘さんに聞きたいなと。ふわっと聞きたいな。まあ、まあ、ちょっと温めたいなと思ってます。なるほど、はい。まあ、ふわっと伝えられるとしたらどうですか。なんかこう僕たちもワクワクはしてますね。かなり、はい、かなりね、はい、でこうもぞもぞしますよね、なんか。そうですね。そうですよね、はい、確かに。ふわっと。ちょっとまずそうですよね。ふわっとって難しい。早く言いたい気持ちもあるんですが、うん、ちょっとなんか温めたいなっていうのもあって、尾身さんいかがでしょうか。ふわっと。ふわっと。そうですね。まあでもすごくこう準備というかしてきたことだったりするので、うん、なんかまあファンの皆さんの発表した後のリアクションもすごく気になりますし、うん、楽しみです。ありがとうございます。はい、そうですね。じゃあ、高弘さん。はい。行っちゃいますか、もう。いい、あ、もう発表。いいですか、もうこれはかなり重大発表になるんじゃないかと。もう発表だ。そうですけども、はい。行きます、もう。
じゃあとりあえずケンスケとか、はい、なんかふわっともう一回ふわっと限界があるからな。そうですね、まあでも僕自身もすごいドキドキしてるので、やっぱりこう聞いた皆さんは、まあ、今ドキドキされてるのかなっていうふうに思います、うんうん。じゃあ嘘でしょ、嘘でしょ。いや、これでもね、あの僕ら以外のこう仲間たちも、はい、多分ドキドキしながらこの配信見てるんじゃないかなと思いますし、多分ネスさんあたり多分飲みに行ってると思うんですよ。時間もね、ちょうどいい、ちょうどいい、ね。まあ、今回たまたま僕らがこうやってね、あの座らせていただいてますけど、はい、多分みんなも同じ気持ちでこの時間いるんじゃないかなと思ってます、ね、はい。どう、これ結構コメント来てますね、今コメントですか。いい感じですか。めちゃめちゃ来てます。お、あ、みんなのところに、はい、はい、あるね、すごいです。どんなコメント来てる、どんなコメント来てます。みんなも知らないのって来てます。レアさん、進行頑張れ。お腹痛い。じゃあドキドキでね。気になる、うん、それ気になるコメントが多いですね、はい。じゃあ皆さんワクワクしてくださってるということで、本当に発表させていただきたいと思います。はい、参加お願いします。はい、今回の生配信でお伝えしたい発表はこちら、 LDH ライブエキスポ2024 EXILE TRIBE ベストヒッツ開催決定しました。ツアーというかタイトルが発表されましたが、うん、はい、もう何が何ぞやっていう話でもありますよね。なので今から詳しくお話ししていきたいと思います、はい。うん、なので皆さん、これから公式ハッシュタグをこれから解禁していきたいと思っていますので、公式ハッシュタグがハッシュタグ LDH エキスポ2024でいろいろコメントを投稿していただけたらなと思っております、はい。ということで、まあちょっとタイトルしかまだ出てないんで、まだ謎が深まるばかりなんですけれども、うん、はい、ここからは LDH ライブ、LDH ライブエキスポ2024 EXILE TRIBE ベストヒッツとは何かを、説明していきます、はい、説明していきます。ごめん、多分ね、このタイトル言うのに僕があんまりにも緊張してたから多分映っちゃった、はい。ということで、まあ、ライブっていうのはなんか想像はできますよね、このタイトルから。なので、どの人が、どんな人が出るライブなのかを出演したい、発表したいなと思いますので、出演する方々は、はい、こちらです。出ました。まあ、上から EXILE 高井戸さん、はい、EXILE THE SECOND さん、はい、3代目 JSOUL BROTHERS さん、GENERATIONS さん、ザ・ランページさん、ファンタスティックス、バリスティックボーイズ、サイキックフィーバー、リルリーグ、キッドフェノメノン、はい、ザ・ジェットボーイ・バンガーズ、ウルフハウ・ハーモニー、ということです。ということはですよ、全EXILE TRIBE グループが出演させていただきます。はい、すごいです。この発表を聞いて、ネオ EXILE のみんないかがですか。そうですね、もう本当にこれ、こんな先輩方と、はい、まあ、僕たちまだデビューして1年経つかなぐらいの時期にこんな先輩方と共演させていただけるって聞いて、本当すごいドキドキなんですけど、うん、でももう立たせていただくからには全力でパフォーマンスしたいなというふうには思っております。ルヒ、いかがですか。はい、もう本当にもう感謝の気持ちいっぱいですね。もう先輩方からしっかりもう一緒にライブ立たせてもらえるので、しっかりこう背中を見てたくさん吸収したいなと思いました。正吉さん、ネオ EXILE というまた新たな仲間が来ましたが、はい、いかがですか。いや、今回はね、ネオも含めてね、もう全員で盛り上げようっていう、コンセプトのもと、うん、まあでもね、なかなかこうちょっとそのままね、こうグループがボンボンボンって出るがだけだったらね、面白くないなという感じで、なんかいろいろ楽しいことをちょっとね、どうやったら楽しんでくれるかなみたいな感じをここ何ヶ月かずっと考えてきましたね。はい、はい、おじさん、いかがですか、この EXILE TRIBE が集まるということを。
そうですね、エキスポ自体は多分年末とかに、ジュニアエグザイルのみんなが、開催してくれてやってきてくれたりとか、まあ、これから多分ジュニアエグザイル世代の子たちとネオのみんなは BOT だったりとかっていう、なんかこうなんかみんなが集まるなんかライブってものはやってきたと思うんですけど、今回大きく違うのは僕らその3代目だったりエグザイルっていうところが今回このエキスポに加わって、本当にどんな化学反応が起きるのかとか、どうやってこう曲を通してエンタメを通してこう混じり合っていいものが生まれるのかっていうのが今回すごく見どころになってくるのかなって思うと、今いろいろセットリストだったりとかいろんなところを組み上げていってるんですけど、まあ見てるだけで自分たちも考えてるだけでワクワクするというか、ホワイトボードにこういろいろ並べていくだけでもなんか、わこれとこれがこうなったら面白いよねとか、この人とこの人がこの曲歌ったら超面白いよねとか、でパフォーマー誰々がいたら超面白いよねとかっていう、なんかこう想像、みんなのこう想像が具現化できるライブなのかなっていうふうに感じると、すごくワクワクするなっていう思いではいます。はい、ゆうたさんいかがですか、パフォーマーとしてこんなに集まりますけど。そうですね、もう先輩方と一緒にライブするのってライジングサントゥーザワールド以来なんで、すごい僕自身も先輩方と久々なんでめっちゃワクワクしてますし、そこにプラスジュニアエグゼル世代とネオエグゼル世代でまた若手のこのパワーが混ざるっていうことで、なんか LDH の新しい軍団感ですごい楽しみな化学反応が起きると思うので、すごいワクワクしてますね。さあということで続いて発表するのがですね、開催日程を発表したいと思います。開催日程いきましょう、はい、大事よ、大事です、開催日程いきましょう、はい、おみさんお願いします。はい、開催日程はこちら、10月の26日土曜日と10月の27日日曜日とこの2日間となります。おお、じゃあその流れで開催場所はこれ大事だよ、これ大事だよ、これやばい、いろんなねライブ会場ありますからね、うん、もうみんなやってきてどこなのかと日程と会場でこんな日程こんな丁寧な会議あんまないと思うたっぷりお届けしたいよ、一個一個丁寧に置いていくっていうのはすごい、はい、新しい。それでは高弘さん、開催場所お願いします。地元佐世保の公民館です。出演者だけでパンパンそれもいいけどね。はい、それでは発表させていただきます。今回開催する会場はこちら、ヤンマースタジアム長居。すごい、いやこれね、はい、僕らにとってもファンタジー以来のスタジアム、はい、開催決定しました。おー、はい、おー、ありがたい。スタジアムやばいですね。スタジアムですよ。どうですかスタジアム、それこそネオエグザイルがまだデビューして間もなかったりするんですけど、はい、はい、どうですか、ドーム、あ、スタジアムでのライブは。そうですね、デビューして今2周年目を、あの2年目なんですけれども、うん、2年目でスタジアムに立つなんて、いやもう多分考えてもなかったし夢とかの次元じゃなかったので、どんな景色が待ってる、まだ全くビジョンが見えてない状態なので、想像もつかない、分かんない、 すごいことだよ。はい、ということで今回ライブやっていくんですけれども、まあ、今回出演している方々の中でライブのクリエイティブを担当している方々もいらっしゃいまして、小吉さん、そちらについて教えていただきたいなと思うんですけれども、はい、ライブ、はい、今回その、まあ、ライブを作る上でクリエイティブっていう方々がいらっしゃったりするかと思います。そうですね、今回今までのこの全員集まる系のいろいろこう集まってライブする系の感じと違うのが、こう自らこう僕らが、はい、プロデュースなんて言ったらちょっとおこがましすぎるけど、なんていうんですかね、まあまあ、クリエイターか、うん、はい、としてこうやらせていただいてる。なのでね、後からねビジュアル解禁したりやれ、ね、本番のセットリストもしかり、なんかいろいろね、こういうのもそうだし、全部こう 割とコーディネートさせていただいている、うん、自分たち発信のライブなので、セットリストはもうもちろんですけど、うん、なのでそこがすごい
大きく違う部分じゃないかな。普段はこう LDH はクリエイティブチームみたいなスタッフさんの方々がいらっしゃる。そうですね。でもちろんね、自分たちでも作ってきましたけど、でもなんか大枠はなんかね、そういう企画がありました。そしてまあなんか出る順番とかは割と決まってたというか、はいはい、うん、今回真っさらのところから、はい、そうだね、してもらってるので、白紙から始まりましたね。だから、うん、責任が、うん、責任がありますね。はい、ということで、ここでちょっとあの配信を見ている方々のリアクションも知りたいなと思っているので、ちょっとネオエグザイルのみんなが、はいはい、コメント見れると思うんですけども、はい、なんて来てます。ゆうたさんがシルベスター・スタローンぐらい髪が濡れてますよ。そのタイミングでそのコメントだったらめちゃくちゃセンスしたセンス、松戸先生が来てたら楽しみっていうのがすごい、うん、楽しみ多い。スタジアムやばい、激アツ、すごい。スタジアムやばいってコメントめっちゃありますね、うん、はい、はい、そうですね。だからファンの皆さん、だから今10代、20代がこう、ね、エグザイルだったりとかいらっしゃると思うんですけど、この幅広い年齢層っていうのは、やっぱり逆にスタジアムに見に来るファンの方々も、スタジアム見に来た初めてって人も多いんじゃないかなと思う。夕日、なんか面白いコメントある？面白いっていうか、はい、オリンピックぐらい楽しみ。ありがたいですね。めちゃくちゃやっぱり、ね、覚えてます。高台なんかある？ファンタジーぶりという方。おお、ファンタジーぶりにスタジアム行きたいっていうか、わあ、はい、嬉しいですね。それはちょっと長く応援してくださって、はい、我々世代じゃないですか、うん、今回はね、すっごい多分ね、来てくださる方も世代がいろいろね、うん、ね、分かれるって言ったらあれですけど、たくさんの方々が、世代の方々が来てくれると思うので、そうね、うん、老若男女、はい、本当にいろんな方々がね、はい、ファンタジー来た方もいる、うんうん、ネオから好きになった方もいると思うのでね、だいぶ違いますよ。ということで、今回あのタイトルに EXILE TRIBE BEST HITS というサブタイトルがついてるんですけれども、ええ、まあ、この LDH LIVE EXPO だけではなく、あえてサブタイトルをつけた意図をちょっと知りたいなと思うんですけれども、あの尾身さん、教えていただけたら嬉しいです。はい、今回、まあ、エキスポを開催する、そしてあのスタジアムの大阪のスタジアムで開催2日間やるというところで、まあ、どんなライブにするべきかっていうのを、まあ、初期さんだったり僕らだったりとかでこうクリエイティブをまず作っていったところで、やっぱり今お話にもあったように、ずっとエグザイルを長年 LDH を応援してきてくださってる、一緒にこう歩んできてくださった、長年応援してくださってるファンの方々もそうだし、僕ら3代目もそうですし、そしてジュニアエグザイル世代の応援してくださってる10代、20代の若い子たちだったり、ネオを応援してる、ね、ネオたちの同世代の子たちも来たりとか、うん、っていうことを考えると、下手したら親子3世代ぐらい の、うん、あの幅広い方々が多分このスタジアムっていうか、このライブに来場していただけるんじゃないかなっていうところを想像したりとかすると、何をそこで披露するべきかっていうと、やっぱり全員が知ってる曲、全員が口ずさめたり踊れる曲っていう、まあ、EXILE TRIBE、僕ら各グループがこれまで発表してきた本当にヒット曲っていうものをもう畳みかけて、全曲皆さんと一緒に歌えて踊れてっていうことが一つ大事なことなんじゃないかなっていうところで、各グループの代表曲だったりヒット曲ってものをまずラインナップにバーッと並べて、それをどう組み立てて、どんな切れ味の良さでやっていくかっていうところを話し合ったりとか、うん、っていうところを考えた時に、タイトルなんだろうねみたいな、それが分かるタイトルってなんだろうねって考えた時に、エグザイトライブベストヒッツっていうものが一番サブタイトルとしてハマっていくんじゃないかなっていうところで、今回はサブタイトルでこういうあのコンセプトのテーマをつけました、はい、相当な楽曲数ありますもんね、こうやってこれだけの、うん、グループが集まって、うん、もうやっぱ EXILE さんと名曲だらけじゃないですか。そうなんですよ。あれ、なんか好きじゃないですか。見上げて、そこで実際もライブができちゃうぐらいの名曲なのに、さらにさらに各グループのヒット曲を聴けてっていうことで、うん、それで EXILE TRIBE ベストヒッツという
ライブということですね。そう、しかもね、かなり新しいものになりそうですしね。そうですね、なんか、まあこれから徐々にこういろいろ解禁もしていくこともあると思うんですけど、うん、でも今回やっぱ前回というか今までやってきたエキスポと違うところとかっていうのはやっぱりその今までみたいにグループのパフォーマンスももちろんあるんですけど、グループのパフォーマンスをずっとこう各グループが出はけしてってっていうことじゃなくて、今回はいろんな楽曲にみんなが飛び込んでいくってことがすごく大きいテーマで、だから多分僕らが後輩のグループの形の曲をパフォーマンスすることももちろんあるでしょうし、先輩の曲をリスペクト込めてやらせていただくことも当然あるでしょうし、だからその化学反応がすごく、だからずっとファンの人たち、来場していただいた方々は常にステージ上に僕らが揃っていて、それでいろんなことが起きるっていうことが、だからこのライブずっとなんか何でしょうね、休む場所がないというか、僕らも休む場所がないんですけど、でもそれぐらいこう LDH のこうクオリティの高さというか、やっぱり LDH の強さってパフォーマンス力だと思うので、それをこうこの世代のみんなでこうファンの皆さんにいい意味で見せつける、はい、楽しんでいただけるっていうことが僕らの心構えとしてあるのかなっていうふうには思っていいことは、はい、全曲がサプライズ。そうですね、うん、なんかこうヒントじゃないですけど、まあだいたいほとんどの方は今ねこれ聞いて発表を聞いて、最初はどのグループが出てきて5曲ぐらいやって、どのグループが5曲ぐらいやってみたいな感じを想像したと思うんですけど、違います。違いますと。違います。はい、もう僕がいきなりソロで Just Like That やる。違います。しかもソロ、ソロです。みんなトイレ行く。見たいですよ。見たい。それこそネオエグザイルとかのユウヒとかもやっぱやってみたい楽曲とかもあったりするんじゃないですか。そうですね、僕やっぱボーカリストなんで、やっぱりエグザイルさん、三代目さんもうすっごいヒット、もう有名なバラードがいっぱいあるんで、聴きたい曲もいっぱいありますし、歌いたい曲もありますね。それ、僕たちも歌わせてもらえるんですか。もちろん、もちろん。先輩が心配しないです。心配しないです。もう垣根を越えても LDH ない。いや、そうですね、めっちゃありますね。いやー、ということで、どうですか、ファンタジー以来の長いスタジアムということなんですけれども、まあ、高井エグザイルの2人とかはこうやっぱスタジアム、ファンタジーやられてどんな景色だったんですか。いや、ちょっととんでもないというか、とてつもない景色だよね。なかなかやっぱり他の会場じゃ味わえないエネルギーですし、結構、まあ、これまでいろんなツアー回らせていただきましたけど、やっぱりこう特別で、しかもまあ季節柄ね、夏っていうのもあったんで、すっごい僕たちもなんかこう思い出深くて、相当青春できた場所でもあるので、でまたこう本当に何て言うんだろう、やっぱ来ていただく方々の人数もちろんね、規模感もそうですし、なんかこう、なんていうの、すっごいこう日本全体で楽しんでる感じっていうか、なんかそういう雰囲気だったことを覚えてるんで、またたくさんの方々とね、仲間たちみんなで一丸となってこう一緒に、思い出を作れるのかなと思うとワクワクしますね。僕個人的にはスタジアムでファンタジーの手のひらってなんか大好きなんです。あ、未だにずっと見てます。今も本当にお酒飲みながら、やっぱりエグザイルさん聞きたいなと思ったんですけど、好きやじゃん。それは好きだね。それは好きだね。めっちゃ好きなんです。誰よりもファンタジー。ファンタジー。あ、すいません。三代目さんとかこうファンタジーっていうか、スタジアムでのライブってこうやられたんですよね。そうだね、僕らはどっちかというとそのファンタジーでお披露目、グループのお披露目で立たせていただいたので、やっぱ景色ってすごく自分も忘れられない思い出ですし、当時僕もその、ね、デビュー前だったんですけど、 EXILE のファンタジーってやっぱ見ててすごくなんかスタジアムでしかできない空気感というか、っていうものがすごくその当時も味わえたし、初期さんとかとこう、ね、セットリスト考えてる時も
ドームってなかなかドームとか、まあ、アリーナだったりとか普段やらせていただいている会場だとなかなか考えないようなことで、なんかスタジアムだときっとこの時に夕日がこう沈んでるねとか、そうそうそう、時間帯をこう気にするというか、こういう夕暮れ時にこの曲聴きたいよねとか、で暗くなった時にこの曲から始まりたいよねとかって、やっぱスタジアムならではのこうセットリストの組み方だったりするから、それが味わえるのってやっぱりスタジアムでしかないのかなって思ったりするから、結構それも踏まえてセットリストを組みますね。はい。なので本当に会場の皆さんもそのロケーションも踏まえて楽しんでいただけるんじゃないかなと。10月って時期ってどうなんですか？いや。ベストでしょう、ね、ベストちょうどいいですよね、暑くもないし、いや、絶対人類って人類って絶対空の下好きですからね。空の下で、屋根なしで空で音楽聴いたら絶対最高なんですよ、絶対最高。ライブっていうよりこう祭りっていう感覚とかでいいんですかね、うん、高平さん。これはどうなんですか。いいんでしょう。ライブどっちのニュアンスなんで、いやでも両方本当にこう、うん、企画も含めて、うん、で内容も含めて本当両方あるね。あの、うん、ライブ感も絶対に楽しめますし、うん、フェスのような気分にもなれるでしょうし。うん、まあ、お祭り騒ぎもできるでしょうし、うんうん、っていう意味では本当にね、来ないと一生後悔するかもしれない。人類人類後悔する。ちなみにファンタジーの頃とかってネオエグザイルみんな何歳？高台3歳ぐらい。いや、僕でも2005年の8月生まれなんでちょうど5歳です。5歳。だってあれだよ、あのビルの、あの空、はい、1歳やばさ、生まれて1年2009生まれだから1歳で、1歳ですね。ゆうたはなんか僕、PG 生で最後に出たライブファンタジーでした。あ、そうそう、長いスタジアムでした。あれか、じゃあ、外というか、外周のところ、はい、ファイアワークスとか、うちはめっちゃやってました。あー、めっちゃ懐かしい。すごいっすよね、そう考えると。その当時そういう風にやってた子が次はもうメインというか、うん、ステージに立つわけだし、それこそ5歳とかだった子たちが、ね、15年ぐらいの時を経て立つわけじゃないですか。だしね、デビューして2年後にスタジアムのステージってね、すごい。僕はまあドームツアーとかでしたけど、めちゃ強え。すごいことだと思うな。すごいことだよね。やっぱりそういうステージでしか学べないこととか吸収できないこと、体験できないこと絶対にあるもんね。ありますね。頑張ってください。ありがとうございます。じゃあ もちろんコラボとかっていうあったりするんですか、その可能な言える範囲で。全然もちろん、というかもうそれが目白押しですよね、うん、もういろんな融合が起きるっていうことだったりとか、あとなんか、うん、まあそのクリエイティブ、今日はあの参加できてないですけど、直人さんもあのクリエイティブ入って、もう毎週のようにずっとこの打ち合わせをやってるんですけど、うん、その時に直人さんがこう言ってるワードがすごい面白くて、あの人の発想的にLDH ってもうみんな全員、ほぼ全員そうですけど、オーディションでできたじゃないですか、うん、このグループもそうだし、もしかしたらこう会社自体がこうオーディションっていうところにすごくなんかこう思い入れだったりとか成り立ちがあって、でそう考えた時にセットリストを考えていくと、直人さんがよく、でももしかしたらこれとこれがデビューしてたっていう世界線もあるんだよなみたいな。あ、なるほど。オーディションのラインナップになる時に、もしかしたら3代目ってこの組み合わせじゃない世界線もあったよねとか、 EXILE ももしかしたらこうじゃない組み合わせの世界線あって、ファンタもそうだし、ネオもそうだし、ね、ジェネもそうだしっていう、なんかそのこういう世界線あったら面白いよねっていうこともできるのが LDH のライブかなと思ったりするから。確かにね。だからなんかその世界線ってエモいなみたいな。すごいです。グループとグループだけのコラボじゃなくて、メンバー人と人とのコラボだったりとか。うわ、あれだよね、パワープロ
パワープサクセスとドリームチームドリームチームあのね、うん、こうじゃあ4番にはいはいはい人選するベンチに大谷翔平持っていくそう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 そんなレアなこともそうですできたりもする、はい、うわちょっと楽しみなことですけども、うんこれぐらいしか話せないのかなと僕は思ってきたんですけども、うんまあ、今回ライブを通してやっぱり一番大切なのはファンの皆さんへこう愛をなんかお届けしていきたいなと思ってるんですけども、はい、ファンの皆さんへ の, あの思いを高弘さん思います、はい、そうですねあの本当に長く応援してくださっている方々もそうですし最近ねまたあの、最近こう応援 していただいている方もたくさんいらっしゃると思いますし、はい、なんかこう本当にこういろんな方々に集まっていただいて、はい、あの一つの思い出をこう作ることができたらなと、本当に、ね、みんなでこういろんなことをイメージしながら、考えているので、期待して待っていただきたいなと思いますし、はい絶対にこう、ね来ていただいた皆さんもうほぼほぼ全員にできるだけ本当にこうエモく楽しんでいただけるように、うんはい、ベストヒッツをふんだんにお届けしたいなと思いますので、うん、お楽しみさあということでここでなんとですね、はい、このライブのメインビジュアルが今さっき出来上がったということでマジ で今さっき出来上がった、はい、今さっきできたみんないろんな出演者の確認を経て、はいはい、今出来たてほやほやなんでこちらを最速で皆様にお届けしたいと思います。そちらがこちらです。できました。ライブエキスポ2024のメインビジュアルがこちらです。すごくないですかこれ。大きい。いいね。すごいね。すごい仲間感出てるね。すごい。いや高山さんいかがですかこのメインビジュアルは。いやなんか今まであったようでなかった、うん、なんかビジュアルになってるなと思いますし、はい、僕ら本人もこのビジュアル見てすごくワクワクしましたし、なんかこうハードルが上がりました。かなり本当にすごいものをお届けしないとなっていう、なんかこう背筋が伸びる思いというか、はいはい、ね、僕らもなんかこう自分たちで期待値が上がったというか、なんかそんな感じですかね。ギーとかも映ってるよね、もちろんここに。はい、映ってるんですけど、まだ見つかってない。自分がどこにしたら、つけるの大変ですよね。探して、ちゃんと写真撮って親に送ろうと一緒にいるよって、はい、いやー2パターンあるみたいですよ、ちなみにこのメンバーの写真が1人2個はい、そうなんですよ。なんでファンの皆さんとかこう探して探して推しの子とかグループとかをこう見ながら楽しんでこれでもいけるのかなと思ってる、ね、ゆうたさんこれいかがですか。いやー顔がいっぱいですね。ジェネっぽいな。コメントがジェネっぽい。顔がいっぱいですね。顔がいっぱい。でも普段サングラスかけないメンバーがかけてたりするんで、結構レアなビジュアルなんじゃないですかねこれ。そうしかもなんかこう今回これもね自分たちでもこうイメージを伝えさせてもらったんですけど、こうグループごとにとか、はい、なんかそういう塊でこう撮っていくとか、はい、並べていくじゃなくて、まあ、このライブをこう想像できるように。バラバラに、うん、並べてるので、うん、どういうことかちょっと悟っていただきたいなと思います。メッセージがあるんですよね。あるんですよ、あるんですよ。これがパワープロ君ってことですよね。そういうことですよね。そうです、はい、そうです。素晴らしい。ポジションも出来上がったということで、はい、さあということで今回ライブを行っていくんですけども、ゆうたさん、ジェネレーションズとしてどのようなこうライブにしていきたかったりとかありますか。はい、そうですね。まあ新体制になってライブツアーも始まってますし、この時期。はい。で、まあ新体制で結構新しいジェネレーションズを表現できる最高の場所になると思うので、うんうん、はい、もうまあ先輩方もいますし、後輩もいるということで、まあジェネレーションズ結構なんていうんですか、一番間に挟まれてる世代というか、うん、後輩も長かったし、先輩の歴も長いし、うん、すごい間が長かった僕たちなんで、そ僕たちなりにできるなんかそういう背中の見せ方だったりとかを今回表現できればなと思ってます。はい。高台、ちなみにこの参加する思いというものをお願いします。はい、そうですね。僕自身2020年に福岡で、
皆さん、EXILE TRIBE の皆さんでライブされてたじゃないですか。はいはいはい。2020年になるときに、年越しというかね。そうです、カウントダウンで、僕、年齢制限で行けなくて。福岡出身なんで。夜だから。そうなんですよ。そこから出演者になるっていう、ありえないこと起きてるんで、ちょっとやっぱ感謝の心を持ちながら、リルリーグとしてちょっとぶちかましたいなと思っております。はい、今回は、まあ、時間とかまだ決まってないですよね。で、年齢制限がないく誰でも見に来れるかもしれないということで、はい、はいはい、ということで、ちなみに、健介、はい、今回のライブ、意気込みをお願いします。はい、僕、ファンタジーツアーを、しかも長いスタジアムで、僕見て。マジで。はい、もう、あ、いたね。ああ、わかりました。絶対見せてる。神なんで、神ですね。目やったと思って。目やった。はい、もう本当に、あのパレードというか、すごい、もうすごいもう祭りみたいなあの勢いを見て、すごい自分ももっとあのステージに立ちたいっていう風に思ったので、もうそれが今回こうまた一つの形でこう夢が叶うので、まあそしてきっとフェノメロンの名前はこうフェノメロンってついてて、やっぱ現象を起こすっていう意味が込められているので、まあこの LDH ライブエキスポに現象を起こせるように、僕たちなりの全力でぶちかましたいなと思います。よろしくお願いします。ゆうひ、意気込みをお願いします。はい、僕、長居スタジアム、大阪出身 で、うん、でサッカーもしてて、セレッソ大阪が大好きだったんで、すごいサッカーの試合で長居スタジアムに見に行って、うん、行くことが多かったんで、そっちのピッチに立てる、ピッチというかピッチはサッカー選手、まあ、サッカーするわけじゃないけどそうだよ。はい、まあでもそこに立てるってことは本当にすごく感謝の気持ちいっぱいで、ネオエグザイル世代で新しい風を吹かせるように、そして僕たち TJBB もしっかり、このライブエキスポをかませるように頑張りたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。いい、お願いします。はい、最後って難しいですね。あ、もう全然最後じゃない。はい、そうですね、僕たちウルフカウラハーモニーはやっぱりたくさん学ぶことはあると思いますし、これから自分たち そのライブ、どうやってライブを作り上げていけばいいのかとかも、その準備段階とかも、先輩方のどうやって準備してるのかって、どうやってアイデア出してるのかっていうのも研究できると思うので、そういったところをたくさん勉強してやっぱりライブで出したいですし、僕もずっとサッカーでプロ目指してたことがあったので、プロ目指してずっとやってたので、夢は違えど、こういった自分のもう一個叶えたい新たな夢でスタジアムに立てるっていうのがすごい僕嬉しいので、頑張ります。ちょっと僕もじゃあいいですか。意気込みはやっぱりいいな、いいな。僕らやっぱファンタスティックスとしてもこう今までこうライブでやらせていただいたり、なんかまあそれこそ近々で言うとバトルオブ東京もあったりするんですけども、はい、またそれとは今回本当に違うスペシャルなライブということなんで、うん、やっぱりこうまたファンタの表情じゃない姿もこのライブでは見せれるかなっていう、やっぱりこうファンタのみんなのね、まあ、優勢がこうキラッとしてるところもあると思うんですけど、そこでゴリッとした優勢が見れるかもしれなかったりとか、いろんなこう、まあ、グループの中のキャラクターだけではなく、いろんなそれこそやっぱ小吉さんとかと一緒に歌ってる姿に、尾身さんと高弘さんと歌ってる姿とかって、またボーカルも違ったり、ダンサー、僕らパフォーマーも違ったりするんで、そういうところかなり見どころかなと思うんで、ちょっと中堅の、それこそ、先ほどゆうたさんも言ってましたけども、もうさらに中堅かなと僕らも思ってまして中堅中の中堅だ、はい、さらに中堅、下も上も本当になんで、ちょっとさらにさらにここでファンタスティックスを皆さんにたくさん知っていただけるように頑張っていきたいなと思います。よろしくお願いします。いいね。はい、さあ、ということで、ここで X に来ている質問やコメントに答えていきたいと思います。いいですね、いいですね。お答えしましょう。はい、ゆうたさんに質問です。はい、皆さん自身はどんなコラボが見たいですかということなんです。僕ら自身がってことですね。そうですね、まあ、あー、なるほど。それこそリュウト君と高弘さんが歌ってるのとか、三代目の皆さんと片寄せで歌ってるのとか、それこそ直人さんが言ってた、はい、あったかもしれない世界戦、それあったかもしれないもんね。リアルにあったかもしれないっていうのを今回 見たいなと思います。あとパフォーマーも
ほんとごちゃ混ぜ、うん、ごちゃ混ぜでやってみたら、僕と世界さんでめちゃめちゃテクニカルな振り踊ってみたりとか、うん、そういうのとかもいろいろ見たい見たい見たいね、はい、ギーとかあったりします？やってみたい。僕ロックが好きなんですけど、おあの正吉さんがちょっとロック歌ってるところとか見たいですし、おなんかいろいろジャンルを普段あの LDH でやってるジャンルも超えるようなライブを見たりしたいなと思います。受け付けある？いっぱいあるんですここで今プロモーションしとくと本当に実現する可能性も。ああ、確かにそうですね。でも僕先輩方でこうラップとかされてる方とサイファー的なのとかやってみたいでしょ。めっちゃ贅沢なんですけど、 EXILE さんだったり三代目さんとか先輩方のボーカリストの皆さんの歌声で踊ってみたいなっていうのはありますね。はい、ぜひお願いしますベルトみたいな、はい、もうまだ来てますね、はい、ライブっていうより、あ、さっきの質問、うん、もう一回、はい、ライブっていうより祭りってことで合ってますかっていうのも X に来てたみたいなんですけど、高弘さんに高弘さんにこれは決めた方がいいんですかね合ってるんですかね、まあ、さっき言ったことで、まあいいでしょう、はい、うん、でもどうですかね、なんかこう本当にね、なんかいろんな世界線があると思いますしね。僕がリルリーグだった世界線もそうなんです。ありますよ。どれ多いですか。お願いします。あります。いろんなコラボみたいですね。うんうん、続いては尾身さんに質問が来ているんですけども、尾身さんの中でのこのプロジェクトのこだわりってありますかという質問。こだわり。はい、でも今、まあ、ずっと話してきたことですけど、やっぱり何だろうな、こう後輩の子たちというかネオの子たちもそうですし、まあ、僕ら先輩のメンバーもそうなんですけど、なんかまあステージ上はもうブレーコーでいいんじゃないかなって、うん、正直思ってるんで、なんか思いっきりみんなが本気をぶつけ合ってることが、うん、でぶつけ合って。めちゃくちゃ俺たちがステージで楽しんでることが必然とあのファンの皆さんってそれを見てることですごく楽しんでいただけると思うし、その熱量でスタジアムっていうあの最大限のこう空間を熱狂に僕らが持っていくことがこのプロジェクトですごい大事なことなのかなと思ってるので、なんかさっきねあのみんなが言ってくれたようなこと、だからもしかしたらパフォーマーとかもパフォーマーのバトルとかもやっぱこの各グループのいい意味でこう代表者出てきてバチバチに戦ってるとか、うん、とかだったりとか、ボーカルもすごいなんか、うんうん、なんか面白い組み合わせでやれることもあるでしょうし、うん、っていうところがすごくこだわりはめちゃくちゃ詰まってて、なんか俺たちがすごくワクワクしてるので、うん、なんかファンのみんなも本当にさっきあの冒頭にも言ったけど全曲盛り上がるんじゃないかな、うん、このライブってすごく思うんですよね、うんうん、なんかバラードもうわこれ聴けるんだこのボーカルでもあるでしょうし、あ、この曲でこのボーカルが歌ってこのパフォーマーが踊ってんだとか、ね、ダンスのジャンルだったり、ね、いろんなことでの組み合わせだったりとかもう楽しめるんじゃないかなっていうふうには思ってるんで、はい、バチバチにやり合いたいと思います。やり合いたいと思いました。ステージ上ではブレーコー戦いだからね逆に言うとステージ以外はブレーコーじゃないっていう熱いこの質もうすごいですね、うん、はい、ケンスケさんに質問です。はい、ネオの中で晴れ男っているのというむずい質問、かわいい質問あ、でも僕たちキッドフェノメノン、うん、あのリリースイベントさせていただいたときに、うん、マジ出る直前まで土砂降りだったんですけど、それでは登場ですキッドフェノメノンですってなったらポッて晴れた時があって、それ2回ぐらいあったんですよ。なんで僕たちキッドフェノメノン晴れ男なんじゃないかなと思っております。晴れメロン、はい、晴れメロン、結構晴れメロンで晴れメロンさせてもらった質問で、あのずっと来てるコメント読んでたんですけど、はい、さっきからずっと1個あるコメントが、あの鬼様、雨男だからっていうのがすごくあって、あれで何なんでなのかなって気になって俺はもう本当に雨男です言うんだよね、ことごとく
雨降ること多いんで、撮影のロケとか、ライブ、まあ、ソロの当日とか、なんか本当に一回ソロでアリーナツアーやってる時に、あの全く予報とかにも載ってない雪降ったことあって、雪男、それにかなうくらいの晴れ男を出さないといけない。でも多分こんだけいれば、さすがに俺一人の雨男のパワーを多分。なんか基本晴れ男たちっぽいじゃないですか。そうサングラスかけてますから。だから大丈夫だとは思います。誰がここで傘差すねん。そういうことじゃない。まあ晴れるでしょう、全然。でもはい、ということで将棋さんに質問です。はい、注目してるコラボはありますか。注目というと、ネタバレしちゃう。むずネタバレいっちゃう。むずいなぁ。いや、それこそやっぱオミさんが僕らジュニアエグザイル打ち合わせみたいな感じでしてくれたじゃないですか。はい、うん、あれでもう僕らも相当ワクワクしてまして、もういろんな世界線も、ね、でもなんか昔俺たちハイローライブとかさ、はい、結構もうめちゃめちゃこう、あれだったじゃないですか、あのコラボみたいな、はい、だからジュニアとそのコラボっていうのはなかなか今までなかったから、なんかオミもなんかちょっとさ、例えばカズマとかもなんか弟みたいなさ、感じだから、なんかそういうコラボとかもね、胸熱な感じなんじゃないですか。あると思うし、まああとはもう、まあ、徐々にもうなんか僕ら話してるのが、こうセットリストとかもなんか徐々にこう教えていくっていうか、ラインナップこれをやるよっていうのをどんどんなんか教えていくのもいいなっていうふうに思ったりとか、あとちょうどね、あのアカウントもできる、エキスポのアカウントもできたりとか、今ハッシュタグでいろいろ皆さん書き込んでくれてると思うんで、逆に俺らはファンの皆さんが見たいのも知りたいんで、その今のハッシュタグとかもそうだし、なんかアイデアどんどん無限の組み合わせじゃないですか。だから僕らもまだまだ全然今セットリストを作ってるところなんで、だからもうファンの皆さんが聞きたいのを見たい聞きたいを教えてほしいんで、確かにね、もうどんどん書き込んでほしいですね。それを僕らはチェックしたいと思ってるんで、ぜひ。それかなりあれだよね、あのヒントになるよね。めちゃくちゃヒントになりますね。多分僕らでは想像つかないところだったりとか、あと僕らでは最近ずっと打ち合わせしてて、僕らで考えるってやっぱ限界があったりとか、どうしても過去の例をどっかで引っ張ってきてしまったりとかっていうところもあるんで、よく言うのが LDH の女性スタッフにもセットリスト決めてもらおうとか、なんかどの組み合わせ見たいですかとか、そういうなんか僕らのこうクリエイティブの脳じゃない、ちゃんとこうシンプルに見たいって何ですかっていう問いをなんかこうスタッフにも投げてみたりとかしたりするので、それが一番ってやっぱファンのみんなだと思うので、あの LDH ファンの皆さんが何を見たくて何が聞きたいのかっていうのをぜひ教えていただきたいなと思います。ということで今日いろいろとお話をしてきましたが、皆様もあの気になるチケットに関する情報をお伝えしたいと思います。はい、各オフィシャルファンクラブの抽選選考受付は来週です。8月3日土曜日の15時に受付がスタートになります。はい、はい、皆さんもぜひぜひこちらからあの受付していただいて、あのまあそれこそ先ほどおっしゃられたこうどういうライブにしていきたいのか、いろいろなんか書いていただけたら嬉しいです。ということで、今回ですね、詳細は LDH ジャパン公式ホームページや僕らの、各ファンクラブサイトなどで掲載しております。そちらからご確認ください。はい、チケットの抽選開始期間などもそれぞれ異なりますので、受付期間お間違いなく、公式ホームページなどで、確認の上ご応募お待ちしております。お待ちしております。はい、ということでもうそろそろお時間が来たということで、最後に終わり。はい、そうなんですよ。はい、すみません、終わっちゃいます。ライブの意気込みを、聞きたいなと思うのですが、TAKAHIRO さん、はい、意気込みをお願いします。いや、本当にあの一生に残る、思い出を皆さんと一緒に作っていきたいなと、思ってますんで、ぜひ、皆さん足を運んでいただければ幸いです。よろしくお願いします。お願いします。将棋さん、はい、ね、これ見ていただいたら分かると思うんですけど、仲間たちがたくさんいて、はい、最高の仲間たちと作る最高のライブを必ず約束します。そしてもうスタジアムでね、こう音楽をみんなで楽しむって本当に最高なことだと思うので、はい、ただただあの皆さんと最高の思い出を作れたらと思いますのでお願いします。
おみさん。はい。そうですね、今長々と説明してきてしまったことだったりもするんですけども、あの間違いなく LDH ファンの皆さんに楽しんでいただけるものを、新しいものを提供できると思っていますので、その第一歩というか、また新たな一歩をファンの皆さんと歩みたいなと思っていますので、どうかね、期待して会場に来ていただけたらなと思っています。お待ちしております。ということで、今日の配信はこれで終了となります。お、はい、アーカイブ公開がありますので、リアルタイム配信を見逃してしまった方や、うん、もう一度見たいシーンなどありましたら、ぜひアーカイブをご覧ください。ここで SNS のお知らせを高弘さん、お願いします。はい、LDH エキスポの SNS が開設されますので、このライブの情報はぜひフォローして、最新情報などご確認ください。よろしくお願いします。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 それでは、はい、あ、さらに、うん、なんと急遽お見せできる特別映像が出来上がったということで、それを見ながらお別れとしたいと思います。はい、それでは皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。お待ちしております。